それではご登壇者のご紹介をさせていただきます。まずモデレーターを務めていらっしゃるくださる政策研究大学院大学グリップス教授大野様。東京大学教授佐藤様。多摩サート大学教授水シリポンワチャワルク。神奈川大学教授大場様。インドネシア戦略国際問題研究所 CSIS 所長ミスターヨセリザルダムリ。以上の皆様によりディスカッションを開始いたします。それでは大野様に司会をお渡ししたいと思います。大野先生よろしくお願いいたします。ありがとうございます。Thank you very much, Madam Chairperson. 議長どうもありがとうございました。私、大野泉と申します。政策研究大学大学院から来ております。今回、ここでモデレーターを務めさせていただくということを大変光栄に思っております。ASEANとJICA、これまでの50年、次の50年というテーマ、そして素晴らしいパネリストの方々が集まっていただいております。そしてまた今日とてもここにいらした、来て大変嬉しく思ったのは、様からもありましたように私この分野で40年間研究を行っております。そしてその前ですけれども私実は JICA の職員として働いたわけです。技術協力に関わってきました。その後 OCF そして JBIC に入校いたしました。金融機関でございます。そして最近ではこの JICA の緒方研究所に入校したわけです。ですので私にとって非常にこれは関係性が高い期間ということ で今回は ASEAN と JICA のこれまでの50年間の関係性そして次の50年間の関係性について特に3つの点に絞って考えていきたいと思います。まず50年以上にわたる JICA の協力が ASEAN 諸国にもたらしたものは何か。2つ目が将来の日本と東南アジアとの関係を見据え JICA 事業はどう変容すべきか。そして3つ目が日本が ASEAN 諸国から学ぶべきものは何かというこの3つでございます。でこちらは80分間のセッションということですので最初の50分は4名のパネリストの方々からそれぞれお話しいただきます。そしてその後にコメントを荒木光康様国際開発ジャーナルの主幹であられますコメンテーターとしてコメントを頂戴いたします。そして過去から学びそして将来を見据えるということということで我々ここで今後の50年を見据えて日本と ASEAN のパートナーシップ特に開発協力の分野において考えていきたいと思います。ではまずこのセッション始めるにあたりまして最初のご質問に移りたいと思います。50年以上にわたる JICA の協力が ASEAN 諸国にもたらしたものは何かということです。ではまず佐藤先生からお話を伺いたいんですけれども非常に多くの日本 ASEAN 協力の歴史について研究を行っていたそしてまたはタイでの活動に深く関わっておっしゃっていますので数分間でお願いできますでしょうか。ご紹介ありがとうございました。50年間を3分間で話すのは非常に難しいのですが2つの点にハイライトを当ててお話をしたいと思います。1つ目はどのようにプロジェクトを形成するのかということでこれは大きな教訓の一つだと思います。日本から発展途上国への教訓だと思います。でインフラがメインですが、これはどのようにインフラ事業インフラプロジェクトを作っていくのかということですね。それを実行しつつ民間そして市民の関心を高めるということですね。国内の
関心を高めることができなければ、持続可能な形でプロジェクトを続けることができないということで、これは非常に重要な教訓として伝えられたものだと思いますけれども、JICA はレジデンシャルアプローチということで、それぞれのホスト国にオフィスを持つだけではなく、そこの政府の官庁に人が入っていくということですね。それは非常に学ぶプロセスとして大事だというふうに思います。一つ例をお示ししたいと思うんですが、このスライドを映してあります。今タイはドナー国となっております。タイが援助を受けていた側だった時にあったプロジェクトの一つで、非常に大きな批判を受けたものがありました。タイの一般市民の方から批判を受けたと。でシリボン先生もご存知だと思いますが、タイ文化センターということで、タイの建設企業なども含み、これを文化侵略のシンボルだと、豪華すぎるということで、そしてそれが日本の会社と結びついているものだという批判をされたということなんですね。でこの場所行ってみました。 3,4 年前のことになります。十分に使われていて、地元の皆さんも非常にこれがあってよかったとおっしゃっています。興味深いことに今、タイが援助を提供するときに、これはタイ度のものですね、紐付きであるということなんです。でネザーのウェブサイトでいうと、サブコントラクターとコンサルティング企業はタイの国の機能企業でなければいけないということで、これが今のタイの支援の形です。私はタイを何も批判するつもりは全くなく、そういった機関が学んだということですね。でその学びのプロセスを認めるということが大事かなと。これまで過去50年に何が起こってきたかということを考えるにあたり、そこを認めることが大事だと思います。そして2点目、これは人のネットワークです。2016年から17年の間に16のいろいろ議論を呼んだプロジェクトを訪問しました。 NGO が強く批判したものですね。コタパンジャンダムですとか、これはインドネシアです。ボホール灌漑のプロジェクト、フィリピンなど、こういったところ、非常にその議論の的となったところに行くのがちょっと怖かったんですね。何か行ったら殴られてしまう、国から蹴り出されてしまうんじゃないかと思って、というのもそれまで読んでいた情報が非常にネガティブな情報だったからです。ただ行ってみると歓迎していただきまして、驚いたことなんですが、ほとんどの方には温かく迎えていただいたということで、その方たちがプロジェクトについて語る姿を見て、そのずっと昔のこと、20年以上昔ですけど、そのことを語る方を見て感動しました。でその時にはもう来るなというような感じで言われたもんですけれども、まだこの古いプロジェクトの話をしている。それは何かやっぱり意味があるのかなというふうに思います。この方たちというのは日本の協力の副産物であろうなというふうに思います。あまりバラエの絵ばかり、いい話ばかりする必要はするつもりもないんですが、最終的に終わりにはあまりハッピーではないお話をして締めたいと思います。バンコクでのメコン川のカンファレンスに出たとき、2ヶ月前のことです。この時には200名ぐらいの方がメコンについて議論をするということで集まってきました。カンボジア、ラオスから来た人たちが、宇都宮大学で勉強しましたとか、名古屋大学で勉強しましたというふうに話しかけてくださる方がいたんですね。ただ残念ながら、そこで私は唯一の日本人参加者でした。私以外には日本人はいなかった。私たちは昔のレガシーに依存し続けることはできない。何回もそこに訪ねて新しいパートナーシップを作らなければいけない。昔の意向にすがっていてはいけないということだと思います。これがもちろんレガシー、昔やった素晴らしいことはあるけれども、私たちは前を向いてこのリージョンへのコミットメントを新たにしなければいけないと思います。はい、ありがとうございました。未来に向けたお話にもつなげていただきました。ありがとうございます。では、シリポン先生、日本とタイの協力について深い、ご知識をお持ちだと思いますので、お話しいただけますか。はい。
お招きいただきましてありがとうございます。そしてこういったこのような会議に参加させていただきましてありがとうございます。大野先生のご質問に答えますと、2つのポイントがあります。これは日本の開発協力が ASEAN にこれまで50年間貢献してきたのかということですが、経済開発以外にもまず1点目としては、日本の開発協力は平和でレジリエンスな社会を東南アジアにもたらしたと思います。ここで平和というのは、その平和の構築を支援したものです。田中さんがおっしゃっていましたが、フィリピンのミンダナオ和平の話をしていました。それ以上のことをされています。インドネシアの場合とか、ティモールですとか、国を作る ASEAN の国が国を作るということに対する支援をいただけたことで強い国を作ることができたということ、これも貢献だというふうに思います。 ASEAN への協力への貢献だと思います。これは非常に重要なポイントです。2つ目はレジリエントな社会を作るための貢献ということです。非常に困難に直面したときこそ友人の大事さが分かるというふうに言いますけれども、例えば97年、国で大きな災害が起こって、タイは2011年などに災害がありましたけれども、そういったときに日本は支援をしてくれました。これはお金ということだけではなくて、いろいろな機関とか制度とかそういうことですね。 APTR、 ASEAN プラス2の緊急のですね、備蓄マンション、そういったものとか、そういったものによって知識を与えてくれた、そして制度をもたらしてくれたというふうに思います。これも良い例が他の国にもあると思います。日本が提供した支援という意味ですね。そしてこれはそういった非常事態をどう管理するかということです。でこれは1回のことと見られがちですが、長い期間をかけて学ぶということ、日本から長い時間をかけて学んだことだというふうに思います。それが一つ目ですね。平和でレジリエンスな社会というのを日本から学びました。で2つ目、佐藤先生の方もおっしゃってましたけれども、いくつかの ASEAN の国の状況ということで、私たちはドナーになっているということですね。支援をする側になっているということで、プロバイダーは東南アジアでは私たちのシステムを作ろうとしていると、私たちの仕組みを作ろうとしている。だけれどもまだニューカマーであるので、日本から学ばなければいけないことがあったと。これは日本だけではなくて、日本以外にも他のモデルはあります。そういったところを見て学んでいる。で私たちは日本とは長い経験があるので、まず日本を見て、これは政策ということだけではなくて、組織の体制であるとか、 JICA がどういう機能をしているのかというようなことを見ているということですね。あとは日本からの経験、日本との経験から学んでいる、レシピエントからドナーに変わるということです。日本も失敗もしましたし、成功もしているということで、それを私たちの教訓にしているということです。で申し上げたいのは、もともとあった歴史は繰り返したくないということ、そのためにいろいろ学んだことがあったと思います。はい、では佐藤先生のタイ文化センターのご意見に関してはご賛同されますか？そうですね、ちょっとそれに3つ目の質問の時にそれについてちょっとお話ししたいと思いますので取っておきます。その時まで大場先生、so thank you. So、大場先生、ではよろしくお願いします。日本アジアのパートナーシップですとか、国際の経済関係などもやってらっしゃいます。日本 ASEAN の友好協力50周年有識者会議の座長でもいらっしゃいます。マクロの視点からお話しいただけますか？私は日本の東南アジア向けの ODA の専門家ではないんですけれども、いくつか気がついたこと、 JICA の貢献、東南アジアに対する貢献について気づいたことがありますのでお話をします。まず JICA は経済協力を国際協力に変えようとしたということだと思うんですね。70年代後半からそのようなことをやってきたと。つまり
経済協力の東南アジアがに対して、日本が始めたのはまずその経済協力から始めた。ただ現実には多くの日本側のステークホルダーが考えたのはその貿易振興のことを考えたわけですね。日本の景気をもう一度盛り上げていくために貿易を推進しようということを考えたと。でそれが日本の自分自身の国益のためだったということなんですね。多くの方がそう言っていて、これは東南アジア向けの経済協力なんであるということを言っていた。60年代の終わりに日本は開発国となったということで、そこから日本に責任を取ってくれということで、先進国としての責任を取ってくれということで ODA の額を高めた。これは東南アジア向けだけではなくて、その他アジア地域、アフリカ、その他の地域に対しても ODA を上げるということ。ただアジアへの部分もすごく大きくなったと。合計 ODA、 日本の政府、失礼、日本からの ODA の額ということですね、が増えたということですが、日本はスコープを広げたと、 ODA のスコープを広げたということなんです。これは経済協力だけではなくて、スコープを広げた、これは経済開発のための協力、これを東南アジアあるいは他の地域で推進していこうということで、日本はスコープを広げようとした。もうちょっと社会的な課題にも応えていくようにしていこうと、あるいは環境問題にも応えられる形で支援をしていこう、あるいは人道的な平和構築とかそういったことですね、までスコープを広げようとしたと。日本の ODA は最終的に東南アジアの経済成長に貢献をしたと。それは事実です。東南アジアの皆さんのプライオリティのトッププライオリティは開発、彼らの自国の経済成長がトッププライオリティであるということだった。日本のとしては経済協力をするという、その支援はドナー国、失礼、レシピエント国にとっても歓迎されたということなんですね。ただそこから経済支援から、経済協力からよりスコープを広げたということで、日本 JICA の取り組みというのは成功してきたわけですけれども、佐藤先生がおっしゃったように、これは過去の遺産である、過去の遺構であるということ、それを今後どうしていけばいいのかという話がありますね。多くの東南アジア諸国が今発展を続けております。そして日本と ASEAN 諸国の間のパワーバランスも変わっています。 ASEAN の方が差を詰めてきているということですね。日本との差を詰めてきている。そしてシンガポールのような国、ブルネイのような国は ODA のレシピエントからどんなになっている。タイ、そしてインドネシア、マレーシアも発展を続け、自分たち自身でいろいろなことができるようになったと。もちろん ODA をあるいは円借款、インドネシアなどは受けている国もありますけれども、その国自身が発展を開発をできるようになってきたということですね。これはレシピエントであるだけではなくて、自分にオーナーになると、自分たちの支援を他の国に与えると、それのオーナーになっていくという、そういった状況になった今、日本がどうしていけばいいのかというのは新たな課題かなと思います。歴史的そして包括的な視点からご解説ありがとうございました。それではダムリ先生に一言いただきたいと思います。地域の統合や国際貿易についてよくご存知の方ですので、ダムリさんも日本企業のスコープが拡大しているのを実感されているんじゃないでしょうか。ありがとうございます。大野先生、再び東京に戻ることができて非常に嬉しく思います。
この権威あるシンポジウムにお招きいただきまして本当に名誉です。他のスピーカーから ASEAN と日本の関係についての発言がありました。特に開発協力についてコメントがありました。それではここで経済の統合といった視点から意見を述べたいと思います。ご存知の通り ASEAN と日本は非常に強い地域の経済統合を進めています。例えば地域のサプライチェーンがここ40年50年間で日本と東南アジアの国々との間で構築されてきました。そしてそれが ASEAN 経済の発展に大きく寄与してくれました。そして人々はより豊かになりましたし、工業も地域でどんどん発展していきました。それによって質の高い雇用も創出されました。そうした経済の統合というのは市場主導です。企業間の関係などに追うところが大きいわけですが、しかしその背景には経済協力、とりわけ JICA が実施した支援事業が経済の統合に大きく貢献したと私は考えています。経済の統合が進んだことにはいろいろな背景の要素があると思いますが、特に2つ重要な要素があります。1つ目は経済のキャパシティ、そして構造、それによって近代的な生産が可能になるわけです。こうした能力がなければギャップが大きすぎてそれを埋めることはできません。それでは経済的に統合することは無理です。2つ目がつながり、2つの異なった経済がより統合し、統合することで地域にさまざまな恩恵をもたらすということです。経済援助、技術援助、そして開発協力といったものがこの2つの面で重要な役割を果たしました。特に ASEAN が再開発において経済のキャパシティをさらに拡大し強化する上でも、そうした支援事業が非常に役に立ちました。またそれが東南アジアの国と国の結びつき、つながりにもプラスになりました。また人づくりの面でも大きなメリットがあり、それが現代的な製造業の発展へとつながっていきました。これは地元の人々や企業にとって恩恵になっただけではなく、さらに日本からの投資を誘致することにつながりました。60年代とか80年代までは東アジアが日本の対外投資の目的地でした。というのは東アジアの国々はすでにそうした製造のキャパシティがあったからです。しかし東南アジアにおいても JICA などからの支援事業を通じて製造業の投資を誘致できる土台が出来上がったと言えるでしょう。あとで将来についての質問のところでも述べたいと思いますが、この場で申し上げたいのは、地域における経済の統合とは言ってもいろいろな課題があります。技術的に大きな発展があること、グリーンエコノミーとかグリーン産業への転換、人口動態的な変更、そして都市可能が拡大すること、まだまださまざまな課題があるため、これからもこうした課題に取り組む上でさらなる支援事業をぜひお願いしたいと思っております。以上で私のコメントとさせていただきます。ダムリ先生、ありがとうございました。インフラ開発というのが国と国をつなげるということをおっしゃってました。そして地域 ASEAN の中で結びつきがより強化され、そして ASEAN の拡大につながっていたと思います。
それではここで2つ目の質問に移りたいと思います。レガシーだけではなく将来にも目を向けていきたいと思いますが、2つ目の質問、こうした日本と地域の関係を将来的にどう変えていくべきかということなんですが、将来に目を向けて、まあ、レガシーだけではなく現在を見据えた場合、どういうふうにお感じになりますか？とても難しい質問だと思います。As already I mentioned in the answer to the first1つ目の質問でも一部お答えしましたが、 ASEAN の国と日本とのパワーのギャップというのはどんどん狭まっていると思います。田中先生もおっしゃってましたように、我々は平等なパートナーであるべきだということで、今絶好のタイミングだと思います。特に日本が今真剣に平等なパートナーシップを ASEAN と日本の間でどう構築すべきか検討している段階にあると思います。第2に ASEAN の国々、それぞれは日本だけでなくオーストラリア、ニュージーランド、中国、インド、そして GCC 諸国などのように域外の多くのパートナー国があるわけです。先月も GCC と ASEAN がサミットを開催していました。そのさまざまな文献を読みましたが、2006年から2024年、2028年にかけてのさまざまな計画についての文献も出ていました。日本の ODA もしくは東南アジアとの協力関係を今後どういうふうに変えていくか、どういうふうに進めていくかというのは大きな課題の一つだと思います。また ASEAN 諸国の間でもいろいろなギャップがあると思います。 ASEAN の国は2つに分けることができます。 ASEAN の中で、まあ、先進国といえる国々、そしてベトナムです。グローバル化の波に乗って発展を遂げた国々、それらの国はサプライチェーンに容易に参加することができるでしょう。そして経済発展をどんどん進めていくことができると思います。ただ他方で忘れていけないのは2つ目のグループ、 ASEAN の中で発展が遅れがちなカンボジア、ラオス、そして残念ですがミャンマーです。これらの国々はもちろんグローバルのサプライチェーンに参加しようとしているわけですが、マーケットを考えた場合、やはり民間の企業はこうした発展が遅れている ASEAN の国には多額の投資をしようとは思わないわけです。最終的には、まあ、中国から供与される資金、チャイナマネーに頼らざるを得なくなってしまいます。2つ目のグループに関しては、日本の従来型の ODA のアプローチといったものがまだまだ適切であると思います。日本が投資を行い、インフラ整備などで協力をカンボジア、ラオス、ミャンマー、まあ、ミャンマーは今はタイミング的によくありませんけれども、インフラ整備などカンボジア、ラオスに対しては ODA によって支援していくことができると思います。これらの国々はまあ、チャイナマネーといかにバランスを図っているか考えていると思います。日本の ODA は彼らにとって非常に有益な支援ですが、この同時に一つ目のグループ ASEAN の中で発展が進んでいる国とどう接していくかを考えていくべきだと思います。
ですので、そういった民間部門主導の経済開発が必要としております。援助ではなくて、経済協力が必要なわけです。そして民間主導の、そして金融なども含めた協力が必要ということになってきます。ですので、その中で JICA はどのような立場を取るか、どういった貢献が必要なのか、できるのかということになってきます。この発展をしているこの第一グループのアジア諸国にどういった援助をするのかというのが課題です。大場先生、ありがとうございました。非常に重要なご指摘だったと思います。日本は唯一の援助国ではないということ、そして他の ASEAN 諸国にとって他の援助国もあるということ で、我々として日本として何がどういった形が一番ベストなのかということだったと思います。それからまた、差別化したアプローチが必要であるということもありました。このさまざまな ASEAN 諸国の多様性に適合したアプローチが必要であるということです。ではダマリ先生に、もう一度第一グループを代表としてということで伺いたいんですけれども、この従来のアプローチが今でも有効なのか、それとも新しいアプローチが必要なのかということです。大場先生からもごめんありましたけど、民間主導はいかがでしょうか。そうですね、今、この大場先生からもございましたけれども、でまたこの経済関係の観点から見ていくと、この日本と ASEAN との関係というものはやはり市場主導の経済中心の関係性であるということです。しかしながら、この開発援助あるいは開発協力、過去におきましては、この経済のジャンプスタートする効果がありました。特にこの東南アジア諸国においてそうでした。で、このような市場が反映して、そして市場主導の関係性が反映してきたわけなんですけれども、しかしながらやはりまだ開発援助の余地も残っていると考えております。新しい課題がございます。例えばこのグリーンエコノミーへの移行もそうですし、でこういった市場をメカニズムだけに頼ってしまうと、この金融的にフィーズビリティが担保できないということになってしまいます。開発援助、その中で開発援助はやはりこの出発点として、このジャンプスタートを可能にする、そういった意味でのグリーントランジションを可能にする、そういった役割を果たせるということです。金融資金援助という形でも貢献ができるわけです。でまた、こういった開発援助が、そういった形のグリーントランジションにどう貢献できるかということも考えなければいけませんし、それからまたデジタルトランスフォーメーションも同様です。さらに多くの開発援助を行って、この DX を実現できるようにしなければなりません。そしてそういった形で東南アジア諸国を支援できるというふうに考えております。で、そういった分野への開発援助を向けるということ、そしてより包摂的な形でそれを行っていく、そしてより多くの人々、地域の人々にリーチアウトしていくということがよろしいというふうに考えております。どうもありがとうございました。非常に重要なご指摘だったと思います。このインドネシアというものはやはり新興国、ドナー国になっているというところ、しかしながらそれ以外の分野において市場主導では十分な援助ができない分野、例えばグリーントランジションもそうですし、そこではまだ開発援助が有効であるということでした。ではシリポン先生、お話しいただけますでしょうか。では開発援助について4つの点について皆さんと共有したいと思います。まずは
この政府間協力を ASEAN の観点から行っていく、我々中所得国でもあり、ドナー国でもあるという中で、この対等の平等が目標ということになってくるということです。水平的なパートナーシップという言葉です。この水平的パートナーシップというものは、我々はもちろん日本と対等で平等ではありません。しかしながら、立場としては対等な位置に立つ、そしてその中で政策、事業、協力について話し合いをするということです。これが水平パートナーシップです。で、これが新しいトレンドとして我々促進していきたいというふうに考えております。ドナー国との関係において、日本のみならず他の援助国とも一緒に、OECD 諸国とも一緒に、この水平的パートナーシップを促進していきたいと思います。それからもう一つ、原則に関わる部分において、我々、いくつかの課題を抱えております。そして今後を考えると、やはり人間の安全保障が重要になってくるということです。人間を中心とした開発が重要です。で、これが長期的に重要で、この持続可能な形でそういったツールも使いながら東南アジアの開発を進めていくことが必要です。人間を考える、そして環境も考える、そしてこの2つを一緒に考えていくということで、人間の安全保障、人間開発が重要になってきます。で、もちろんこの安全保障といった場合、これは日本のみならず東南アジア諸国においてもこの安全保障の懸念がの問題を抱えております。で、その中でこの安全保障を開発援助を安全保障に活用していくことにも気をつけていかなければいけません。そして3つの点については、このセクターの問題です。我々地域の観点から見ていきますけれども、国々、東南アジア諸国がすでにある程度の発展を実現していますが、そして一部の問題については我々自身で対応ができるというところを迎えています。しかしながら地域的な問題ということもその一方でございます。そして共通のリソースを使いながら、こういった地域の観点から地域のアプローチを使って対応していく必要があります。で、こういったものがやはり日本と東南アジア諸国との協力がそこの中に関わってくるということです。このセクターの問題に関しましては、これは地域的な問題をカバーしていく、例えばこの食料の問題、災害の問題もございます。こういった地域的課題です。で、そしてまたこういったメカニズムやツールも開発していく必要があります。地域的なアプローチを取りながら、ツールを使いながら、そしてこの地域的共通の課題に対処していくということが必要です。そして南協力ということもございます。ですので、日本が ASEAN を協力支援をしながら、その中でその後でこの ASEAN 諸国間でお互いを支援していくということです。で、 JICA もすでにそういったプロジェクトを進めているところでもございますし、そういったスコープはまだしかしながら十分に大きくないということですので、これをさらに拡張していく必要がある。そしてその中でより多くの課題に対応できるようにしていくということが必要だと思います。新しいメカニズムとしてこれができるのではないでしょうか。そしてまた先ほど大場先生、それからダムリー様からもございましたけれども、この民間パブリック・プライベート・パートナーシップ PPP ということ、これは各国の予算だけでは対応できませんので、この地域課題ということを考えた場合、この PPP が重要になってくるということです。問題はいかにこういった民間をどう引きつけていくかということになってくるかと思います。JICA においても PPP を行ってきておりますし、東南アジア諸国でも同様です。そういった中でいい解決策を見出せていければと思います。非常に重要な課題についても共有していき、そしてまた人間安全保障のツールについて、また JICA というものがやはりここに力を入れているというところでございます。そしてまたこの ASEAN、特に新興国がこの南協力でどのような役割を果たせるか、そしてその中で日本がどう関与していくか、体系的に協力していけるかということになお話しいただきました。
では、次に佐藤先生に伺いたいんですけれども、まあ、この、新興国がドナー国にもなってくるパートナーシップの重要性という話もございました。私たちに問いかけられている質問というのは、日本とこの地域の未来に良くしていくために何を変えていなければいけないのかということですね。何を変えていくかということを理解するためには、まず今どこにいるのかと、そしてこれまでどうしてきたのか、今どこにいるのかを確認することが必要です。健全な関係の歴史の理解なしに、あるいは私たちが今どこにいるかを健全に評価できない限りはトランスフォーメーション、これからどこへ行くのかの話はできないと思います。私の問いとしては、私たちの基盤となるところ、トランスフォーメーション移行を語る上での基盤は十分に堅固であるのか、強固であるのか、残念ながら弱いわけです。その基盤というのは、一つ調査の結果を、私の同僚がやったものですけれども、東京大学で同僚がやった調査結果を共有します。学生に聞きました。タイとはどこですかと聞きました。そして35名の学生のうち20名のみがタイがどこかということを特定できた。これは国際関係、国際、インターナショナルスチューデントということですけれども、まあ、東南アジアには興味を持って、少なくとも興味を持っている学生なわけですよ。国際事故を学んでいる生徒なので、道端の歩いている人ではない。で、フィリピンはと聞いたら、35名中13名が正しく答えることができた。それしかいなかった。やはりどんな情報を次の世代に私たちが日本において提供しているか、東南アジアについて、それを知らなければいけないと思います。誰が東南アジアについて教えているのか、何を教えているのか、どれだけ教えているのかということ、こういった現状をに関心を向けていかなければいけない、もっと推奨していかなければいけない。そういったしっかりとした土台なしに、もちろん関係についてどう変えていくかの話はできますけれども、もうちょっとその基本的なリテラシーが必要である。東南アジアに関する基本的なリテラシーがもっと必要である。で、今日私ここに来るときに、たくさんの高校生がここの機関を訪れていて、開発途上国について学んでいるというのを見てすごく嬉しく思いました。こういったインフォーマルエデュケーションというのは非常に重要ですね。基礎を強くしていくというために大事です。どんな関係について話すにしてもですね、その国際関係のどんな話をするにしても、しっかりとした措置を作っていくということは大事です。そして日本の中の教育機関に対して、もっと東南アジアに対して教えてくださいということを奨励するということが、今後の実りある関係の前提条件になるかなというふうに思います。そしてここで私止めて、私一つしかポイント言いませんので、大野先生にお話ししていただきます。佐藤先生、はい、佐藤先生ありがとうございました。ショックですね。東京大学であっても最高学部、評価の高い学校であっても、そのような実現実があるということですね。では大場先生、何かありますか。今の伺って東京大学の学生さんの情報を伺って悲しくなります。私は日本 ASEAN の友好協力50周年有識者会議の座長をしておりまして、最終報告書を2月に出しました。で、その前に有識者会議では8回か9回の会議を持って、会合を持って、今後の ASEAN 日本のパートナーシップについて話し合いました。で、いろんなことを話しましたが、毎回の会議の中で同じテーマに必ず戻るんです。それはどうやって東南アジアの情報を若い世代に提供したらいいのかという、そして日本の社会全体に東南アジアのことをどういう情報を伝えていけばいいのかという話に必ず戻った。で、私も含め専門家、有識者、
が感じてたのは、毎回そう感じたんですが、東南アジアについてよく知っている方は少ないということですね。これは若い人に限らず、年齢の上の方も同じです。で、年が上の方の方がより悪いということですね。過去のレガシーに縛られている、70年代、80年代、日本がトップの経済大国、アジアでは経済大国であったということがあって、そういった過去のレガシーに取り憑かれている、縛られている、そのために非常に古い情報を提供してしまうわけです。東南アジアと日本の関係ということにおいて、その古いレガシーに縛られた情報を語りがち、それについては悲しいなと思うんですが、ただ、同じ感情、非常に深刻な問題ですが、同じような感覚になったなというふうに思います。で、これは日本の社会ということ、これは東南アジアではなくて、日本の社会の問題だというふうに思っています。佐藤先生、大場先生、ありがとうございます。私、アフリカ諸国についても取り組んでおりますが、同僚に対して、なぜ日本人はアフリカに注意してくれないんだというふうに言って、実際、日本人の多くは、若い人を巻き込むとか、東南アジアに巻き込むとかって言ってるけど、ことはやっていますけれども、そういった有識者の方たちが必ずそういう話をするというのはちょっとショックでありますね。これは東南アジアに限らず、どうやってグローバルな問題を伝えていくべきなのかということにも当てはまるかなと思います。開発関連の問題を日本の特に若い世代に伝えるということの難しさですね。もっと多くの情報ということに関しては ASEAN あるいは東南アジアの視点から見ていくと、そこからだけ見ていくと、2017年に私の所属する機関が国際関係の調査を行いまして、その一番好感を持っている国はどこかということを言って、この国の中の調査であったんですけれども、ランダムサンプリングなどの統計的な手法を使って行ったものなので、インドネシアの大体その気持ちを表している。で、一つ目最初の答えが日本であったということなんですね。好意を持っているというか好感を持っているという国として。で、日本の東南アジアに対するイメージはある程度制限されているかもしれませんけれども、日本というのはそのような非常に友好的なというか好意的な国として受け止められているということはお伝えしたいと思います。ASEAN、はい、ASEAN の視点からということでした。いろいろな意見が出てくるディスカッションになってくると思いますが、この辺りで最後の質問、最後の問題に移っていきたいと思います。ここは日本は東南アジアの諸国から何を学ぶべきなのかということ、あるいは将来のパートナーシップに関する提言があればいただきたいというふうに思います。これが最後のポイントとなります。ではこちらは ASEAN 諸国の方からということで、ダムリンさんお願いできますか。はい、先ほどの続きでも結構です。日本は東南アジア諸国から何を学ぶべきかということですが、お答え、具体的な答えというよりも、その意味で日本というのは、ASEAN をもっとその地域として見るということが必要なのかなと思います。例えば開発協力、JICA が行っている開発協力などでも、今二国間という枠組みの中でほとんどのものが行われています。ASEAN がより統合が進んでいき、そして ASEAN が一つのものと一体化していくという中で、 ASEAN のメンバーもそれぞれ統合していきたい、作っていきたいというような野心があるわけですね。そういった国を超えたつながり、接続性というものがより重要になってくると、 ASEAN の中では重要になってくると思います。
日本もそういうような見方をしていただければいいのかなというふうに思います。でもこれはいろいろな ASEAN 側からの調整も必要だというふうに考えています。2つの視点。よりその地域全体として見る、地域全体としての枠組みでいろいろ考えていくということが、あのその2国間双方にとって重要なのかなというふうに思います。はい、では、制度的なアレンジメントが必要ということでしょうかね。地域間の協力、日本と東南アジア、ASEAN と、そしてそこに JICA が関わってくるということで、さらに高まっていくだろうということかと思います。では、シリパン先生、お願いします。私、2つの言葉だけです。日本と東南アジアの諸国がお互いから学ぶ。日本のこともよくご存知ですけども、一つ目はダイバーシティ、多様性ということです。アジアはダイバーシティが弱いと言いますけれども、アジアの強みでもあるというふうに思います。リアルな意味での多様性。そして二つ目に大事なのがフレキシビリティとバランスということですね。東南アジアというのはたくさんのものを持っていて、それぞれ各地の知恵などがあります。各地の知識というものがあります。まず一番大事なところは、これは先ほど佐藤先生がおっしゃってたこと、さっきの文化センターに関して言ってたんですけども、尊重をするということ、そして考える、そしてバランスを取るということですね。各地の知恵知識と、そして先進技術の、日本の持っているような先進技術の間のバランスを取るということが大事なのかなと。それはお互いに学び合えることだと思います。最近ではコークリエーション、競争という言葉を使う機会が増えていると思いますが、この言葉は非常に興味深いと思っています。言葉だけではなく、そのコークリエーション、競争を作っていくプロセスそのものが一番重要なんではないでしょうか。日本は多様性について ASEAN から学べるし、同様に ASEAN も日本からバランスを取っていろいろなものを組み合わせ作っていくということを学べると思います。よくわかりました。どうやったらそのコークリエーション、競争のプロセスを強化する上で、日本と ASEAN、 タイと ASEAN は何ができると思いますか。わかりました。プロセスについて、人的資源というのが何よりもコークリエーション、競争にとって重要だと思います。つまり人々の交流をする機会を作ること、特に若者の交流の機会を作ることが大事だと思います。私、マレーシアの日本研究の会議から帰ったばかりなんですが、この会議で学んだことがあります。もちろん日本に対する評価は東南アジアの国で非常に高いんですが、何か勉強に行くといった場合は日本が目的地にはなってないわけです。ですから何か共同でやるとしても、こうした若い世代が交流する機会を提供する必要があると思います。対面でやり取りする機会があることで、お互い理解を深め合うことができる、それにつながっていると思います。それが大々的な成果を生むか分かりませんが、小さな成果は期待できるんじゃないでしょうか。佐藤先生が一つ目の質問でおっしゃったことに関わると思います。ある会議に行ったら、あなたは唯一の日本人だったと。そして日本側からあまりこの ASEAN の研究者に対して働きかけがなかったということでしたが、何かご意見ありますか。お隣からすごいエネルギーを感じておりまして、私もそれを吸収して自分も出していきたいと思います。この質問の仕方なんですが、東南アジアから日本が何を学べるかという質問に問題提起したいと思います。むしろ東南アジアの人々から日本は何を学べるかと言い換えたいと思います。もちろん国の中にはその人々も含まれていますが、
人々にフォーカスさせているということをはっきりと示した質問にするべきだと思います。 ODA というのは政府間の取り決めです。今は人の安全保障、人中心の開発に視点が移っていますが、基本は政府対政府です。ですから、どこまで人々にフォーカスできるかということが課題だと思います。一つ例として挙げたいのが、ボンチャンタニ州を2ヶ月前、メコン川地域で訪れたその経験を話したいと思います。そこで気候変動の影響、そしてダムから大量の、予測不可能な水が放流されたこと、メコン川には200ほどダムがありますが、水の放流が予測不能で、洪水がある、水が多すぎるか、少なすぎるか、どちらかだということです。ある村人がこういう竹の棒を使って水の深さを測っていました。そしてその情報を他の村の人々にそれを送って、 LINE のアプリを使って上流から下流までのデータを集めて、次に洪水が起こるのはいつなのかを予測していました。問題はなぜ彼らがそれをやっているか、彼らはそれを自主的にやっているわけです。政府は何をやってるんだと思いました。タイでは40以上の水関連の省庁があります。災害から水資源、灌漑の省庁があり、こうした政府の省庁もこの気象関係の情報を提供していますが、遅すぎたりマクロすぎたり役に立たないわけで、洪水がいつ来るかそれに対応できないわけです。だから村人はこうしたシステムを自分で作って対応していました。彼らを支援してこういうやり方をもっと拡張していく、お手伝いができるかとふと思ったんですが、最近私が感銘を受けた事例があります。それは人々がいろいろ苦労して工夫することで、こうした環境の変化に対応している、そうした姿に非常に感心しました。もちろん政府の関与も必要ですが、政府の人々に対する対応の仕方をもっとフレンドリーなものに変えなくてはダメだと思っています。ぜひ政府の対応がより有効的になることを期待しています。東南アジアの、日本に暮らす東南アジアの人々を理解する必要があります。100万人ほどが東南アジアの人が日本に住んでいます。だからもっと身近なところで日本にいる人々とパートナーシップをまず考えるべきだと思います。東南アジアにいる人よりも日本にいる人がいるわけですから。だからこそ人と人、自治体対自治体、仲介的な業者、政府と人の間に立っている、そして仲介機関、そうしたところにもっと私はフォーカスを当てるべきだと、だから思うわけです。具体的なやり方を考えるのは難しいですが、人を中心に考えているということをはっきり示した政策を提言してほしいと思います。ありがとうございました。マクロレベルの問題、地域の統合をいかに進めるか、いろいろな地域で直面する課題への対応策、それを考えた場合、地域レベルのメカニズムが必要でしょう。どうやって優先順位付けをするか、地域共通の問題についていろいろなプレイヤーを関与させていく必要があるでしょう。と同時に人と人の交流、やり取りといったものをもっと促していく必要があるでしょう。それには新たなアプローチを作って、そしてシリポン先生がおっしゃったように、地元の知恵といったものをスケールアップできないか、また人と人との交流やり取りは
も絶対必要です。外で起こっていること、外から学ぶのではなく、周囲の周りの人からも身近なところでも学ぶことができると思います。地域のメカニズム、人と人と中心の協力について何か具体的なご提案がありましたらお話していただけますか。地域全体の協力を促進するか、もしくは人と人のを中心とした協力を進める、何か具体的な提案がありましたらシェアしていただけますか。具体的な提案は今思いつきませんが、私、日本の ODA の政策についての授業を教えているんですが、学生がデータを見て、いろいろなプロジェクト、特に東南アジア、タイのカウンタープロジェクトのカウンターパートは政府の高官で、佐藤先生がおっしゃってましたが、この人というのは誰なんだと、人と言っているのは誰のことかと言っていました。こうした政府機関の人々がカウンターパートとして対応しているわけです。 JICA のバンコクオフィスが言っていたのは、一部プロジェクトはすでに市民社会の団体が関与していると言っていました。しかしプロジェクトの全体の中ではそうした市民社会が関わっているものはごくわずかです。ですから人々といった場合、やはりこのカウンターパートの範囲というものをもっと拡大していく必要があると思います。ご質問は本当に我々に課題を投げかけていると思いました。3つ目の質問を最初にお答えしたいと思います。日本と ASEAN の国々はさまざまな目的を目指して共に働かなくてはいけないと思います。第一に、ルールベースの秩序をいかに作っていくかということです。ですので、どういった形でお互いに協力しながら、この法に基づいた秩序をもたらすかということを検討していかなければいけません。これを共同でやっていく必要があります。そしてこの持続的で、そして平等な社会を築いていく、これは東南アジアに限らず日本でも築いていく必要があります。我々共通の課題もございます。例えば気候変動、グリーンですね、それから DX もそうですし、食料の安全保障、エネルギーの安全保障もそうです。多くの共通の課題を持っています。ですので、これをすべて対応していかなければいけませんので、その中でどう日本と東南アジア諸国がこういった深刻な問題をどう対応していくかということが重要です。そして3つ目が、日本も学ばなければいけないということです。 ASEAN 諸国の成熟度から学ぶべきです。つまり ASEAN 諸国においてさまざまな多様性を持っています。そしてさまざまな課題について多くの意見が出ております。で、そういったところで ASEAN 諸国を今後数十年も持続可能にしていくということが我々にとっても非常に関心を持っているというところ、おっしゃったように柔軟性、フレキシビリティが必要であるということもそうですし、そしてまた多くの意見がある、分断もございます、意見の相違もございます。そして太平洋地域、東南アジアでもそうです。その中で中国が台頭している、そして米中のライバル関係が高まっているというところ、そういった課題もございます。で、その中で我々は考えなければいけないのは、このような多様性があり、そして協力が必要であるということです。これが
日本がまず東南アジアから学ぶべきことの一つ目です。そして二つ目として挙げられるのが、我々日本人としてこの起業家精神を東南アジアから学べるのではないでしょうか。私も東南アジアに何回も行っていますけれども、その中で非常にこのDX が進んでいると、日本、場合によっては日本以上に進んでいる部分もございました。この基本的な IT 技術は西洋諸国から提供されてはいるんですけれども、しかしながらこの東南アジア諸国はより積極的に新しい技術を迎え入れているように見えました。新しいメソッドを使って社会課題に対応していました。でその一方で日本では非常に分厚い社会インフラがございます。そして我々はそれに非常に満足しているわけですね。そういった社会インフラアセットに満足を覚えております。でそんな中で我々のこの新しい技術への姿勢というのは保守的になる場合が多いです。ですので我々東南アジアのそういった起業家精神から学ぶべきだと思います。ありがとうございました。ちょっと私の方からもよろしいでしょうか。先ほどどうこのコミュニティとそれから人と人の観点をどうバランスを取るかというご質問だったんですけれども、私インドネシア出身というところで、その海洋国というところ、我々数百万人の人々がこういった海洋をベースとした活動に頼っています。例えば漁業もそうですし、それ以外の多くの雇用がその海洋に頼っているわけです。で、このある課題においては各国レベルあるいは地域レベルでその海洋活動がなされていますけれども、それ以外にもしかしながら地域レベルで対応しなければいけない海洋課題もございます。例えばこの海洋における廃棄物の問題、これはローカルレベル、地域、各国レベルだけでは対応ができないんですね。一旦廃棄物が海洋に出ていってしまうと、これがどこに行くか分からなくなる。そういった中で我々地域的なアプローチを取りながら、こういった海洋の問題を解決していく必要があります。ありがとうございました。ありがとうございます。では総括ということでもよろしいでしょうか。この議論をぜひ続けたいんですけれども、さまざまな今回課題がございまして、さまざまな提案もございました。で、このパネルディスカッションでは以上で、終わりとしたいんですけれども、非常に素晴らしいパネリストの皆様でした。皆様拍手、盛大な拍手でお願いいたします。 OK、ではまだセッション1は続きます。こういった素晴らしい議論があった上で、私荒木光也様に登壇をお願いいたします。国際開発ジャーナルの主幹を務められております。皆さん多くの方々ご存知だと思いますけれども、荒木様は国際開発においてかなり長い期間の活動経験がございます。さまざまなコメント提案、日本の開発援助についてもいろいろとご意見をお持ちでございます。そしてまた日本 ASEAN 協力においても数十年間にわたって経験がございますので、荒木様の方からご意見を受け付けお伺いしたいと思います。皆さんこんにちは、荒木でございます。私が東南アジアに関係したのは1960年代の末でして、バンコクには1968年から70年です入り浸りで、だいたい1ヶ月のうち半数はバンコクにいましたですね。チョラゴン今先生の玉沢との学生たちとも議論して、でその頃はバンコクは学生たちの運動が非常に盛んでして、独裁政権打倒という、そういうことを実は私も煽ったりしてですね、
一緒になってですね、その学生たちと行動を共にしたことがありました。まあそんなことで非常に懐かしい思い出がたくさんあるんですけども、私3つについてちょっとポイントをお話ししたいと思うんですけども、第一のポイントはですね、日本の協力についてですね、やっぱり一番最初はアジア ASEAN との関わり合いの強い絆を作ったのはやはり福田師匠のその ASEAN 協力ということで、工業化促進ということで当時の OECF 海外経済協力基金等も含めてですね、アジアの工業化のためにですね、お金を投入したらどうだという、そういうそのアジア工業化論というのをまずその訴えたという、これ政治家が言ってますからね、相当迫力があったんですね。それから2番目がですね、やっぱり大平さんと、大平師匠が亡くなりましたけども、それから鈴木師匠がその大平先生の後を引き継いで、人づくり人間の開発という、これは技術協力の分野ですけど、これはここをこれを起点にしてですね、JICA も深く関係しました人材育成センター、これを全アジア ASEAN に作りですね、かつ沖縄にも作っていただいたという、まあ、流れを作ったと。それ3番目がですね、やっぱり一番大きかったのはアジア経済危機の時にですね、小渕さんはその後ちょっと亡くなりましたけども、小渕首相がやっぱり何はともあれ人材だと。で今回の問題というのはやっぱり 人間に起因しているということで、高等教育人材と、高等教育の人材支援をやろうということで、私も随分バンコクに入ってですね、高等教育について日本の大学と ASEAN の大学との交流というか、その流れをですね、実際この目で見たし話も聞きましたんで、これ間違いなくです、日本のやっぱり3つの大きな、今3大トピックスでございますけれども、日本がアジア ASEAN に対して大きな貢献したというのは、僕はこの3つじゃないかなと思ったりしてるんですね。でその結果ですね、日本の企業の方々もですね、実は当時バンコクに行ってるとたくさんの本邦企業が出てるんですけども、やっぱり日本の企業も経団連も実は、バンコクの学生たちにですね、経済とは何ぞやという基本的な問題提起ですね、つまり、我々は何のための経済開発をやるんだというですね、私当時日本としては何のため経済開発をやるんだって言われて当たり前じゃないかということだったんですけども、改めてタイの学生たちにですね、なんで経済開発やるんだと、誰のためだと、こういうふうな問題提起されてですね、改めてやっぱり日本の経済の在り方、それから日本の企業のそのバンコクでのありようについてもですね、大きな影響を与えたんじゃないかというふうに思って、私は今もこの3点をいつも大切にしてですね、アジアと ASEAN と日本との交流のこう基本を成したもんじゃないかというふうに考えております。そんなもんでよろしいでしょうか。じゃあ荒木さん、せっかくですので、いや、これからについて何を強化すればいいか、はい、その辺についても一言いただけますか。はい、私はですね、やっぱりその日本が ASEAN とこんだけの協力を戦後半世紀以上、50年以上にわたってですね、やってきたその財産というのは、アジアの ASEAN の中にたくさんいろんな形で人材という形でうずもれてると思うんですね。でそれを ASEAN の人たちと、僕は前から言ってたんですけど、 ASEAN の人たちと日本が一緒になってですね、次のそのターゲットである、例えば開発のターゲットであるアフリカ援助をやるとかですね、 ASEAN と一緒になってどっかの地域どっかの国を助けるというですね、そういう枠組みっていうのを作ろうと
まあ、主張しますとね、全部このバイラテラルでその援助という概念が動いているものですからね、そのどうしても我々の主張とするマルチの考え方でそういうその流れがその政府にもよく伝わってないし、そこは僕はやっぱりその JICA が真ん中に立ってですね、そういうアフリカを援助するときに JICA と ASEAN とまあタッグを組んでですね、でアフリカを応援するとかっていう、で日本の技術移転もそのアジアに技術移転をして、技術アジアの人たちがそれで成功して、その技術を持ってアフリカを応援するっていうのは一つの理にかなった流れだと思ってましてですね、そのことをまあぜひ今後ですね、日本政府にも事あるごとに話をしていきたいと思ってるんですけれども、なんか基本的にはやっぱりその先も申しましたように日本政府も相手国政府もそうですけども、こう援助というのはバイラテラルだと、二国間だと、二国間でやることは間違いないんですが、やる主体はですね国民なんですよね。だからその国民がそのもう少しですね、そのタイの国民と一緒になって、あるいはインドネシアの国民と一緒になってどうかするという次の僕はステップに来ている、そういう流れというものを僕はその新しいですね、やっぱり JICA の流れじゃないかと思うんですよね。 JICA が協力するときにやっぱりその一つの窓口になってですね、 ASEAN とその日本と一緒になってアフリカやろう、どこやろうという、そういう流れをですね、ぜひその新しい角度からその JICA の活動というのをもうちょっと考え直していったらいいんじゃないかと、まあ、こんなことを言うとですね、外務省に怒られちゃうんですよね。いやバイラテラルだって、そんなことはないだろうと、基本は国民の税金でやってるわけですから、我々がやっぱり大きく声を出してですね、そういう流れをですね、特に僕はもうやっぱり JICA 側がアイデアを使ってですね出して、それをやっぱり呼びかけていくということが一番大切じゃないかというふうに思っております。ありがとうございます。じゃあ最後にもう一つすみません、この機会なのでさらといさせていただきますが、 今のディスカッションの議論でもやはり地域的な ASEAN ワイドの視点でも日本と協力するようなメカニズムがあった方がいいよねという話がありました。で今荒木さんがおっしゃってたバイだけじゃなくって、まあ、ASEAN のその今まで一緒に協力してきた、まあ方たち、その、まあ、本当に一緒に仕事をしてきた、まあ、人的な本当に重要な人脈とかアセットとか信頼関係に基づくパートナーがいると思うんですけど、そういった方たち、今度アフリカもという話がありました。じゃあどういうメカニズムを作ればいいのか、言うは安いんですけど、やっぱりどうすればいいのかっていうところだと思うんですね。その辺どういうメカニズムを作ればいいのか、何かご提案ありますか。いやこれはですね、政府に言ったらね、バイですから、まずね、日本とタイと一緒になってアフリカをやるんだったらいいけれども、 ASEAN って言ったって抽象的で、それだから日本とインドネシア、日本とタイ、日本とミャンマーというようなね、例えばそういう場合で組んでやろうというしか発想がないんで、マルチの発想があんまりないんですよね、日本の政府の中にも。ですからここはだから実際にやってる JICA の現場の人たちがね、やっぱ問題提起をしてですね、でやっぱり世間に広く訴えていくということで、我々も含めてその応援をしてですね、外部の人がそうだということで政府を突き上げてですね、行かなきゃならないし、毎日ここの国会議員に陳情したって構わない話なんですけどね、そのアイデアをやっぱし我々の世界から、その JICA を含むですね、我々の開発関係の世界からその問題提起をすると、で具体的な問題提起をするということが大切だと思うんです。でそれは僕はどうでしょうか、できないことないと思うんですけどね。できるでしょ、ジャイカの人、はい、できるって言ってます。プレジデント批判ごめんなさい荒木さんありがとうございました
We got the promise of the president of JICA. JICA の理事長様からのコミットメントを得られたということで、こういったパートナーシップを ASEAN と日本の間で推進していきましょうということでした。貴重なコメントありがとうございました。歴史を振り返り、そして今後引き継いでいくべき資産について話し、そしてどんなアクションを取るべきかというご意見をいただきました。このリアルセッション終わりに近づいておりますので、ここでパネリストの皆様に感謝を改めて申し上げたいと思います。これ素晴らしい豊かなディスカッションを私一人でまとめるのはなかなか難しいんですが、私の方で重要と感じました問題点として5つぐらいお話をしたいと思います。じゃあこの JICA は機関として今の繁栄と平和のそしてレジリエンスに関して大きな貢献をしてきたと。ただ同時にいろいろな変化が起こっていて、いろいろな要素を変えていかなければいけないということも、というこれはまず一つ目はパートナーシップの特性ということですね。皆さん多くの方が水平的なパートナーシップ、クリエイティブなパートナーシップ、プロセスオリエンテッドなものという話をしていました。それが ASEAN の経済国としての台頭ということにつながってくるということでした。そういったことも重要かと思います。2つ目、パートナーシップのスコープが広がっているということを言っていました。より多様な、そしてより複雑な問題になってくるということです。技術が進むについて、例えば GX ですとか、これは非常に重要なエリアとなってきますが、伝統的な協力ということだけではなくて、民間をそういった技術課題をに取り組むためにもっと巻き込んでいくと、新しい分野に民間を巻き込んでいくということもより重要になってくるだろう。そして3つ目、 ASEAN の重要な役割として今台頭してきているドナー国、その中でこのサウスサウスコーポレーションを日本とをファシリテーターとしてどう生かしていくかということですね。これまで以上に体系的な取り組みをしていくと、スケールアップした取り組みが必要であるということも言われていました。またもっと地域全体のアクティビティを一緒にやっていくというふうに生きていくということも大事であると、これは荒木さんの視点にもそういった要点が入っていたかなというふうに思います。そして4点目、人のネットワークに注意をすると、人と人との交流、これまで以上に注意する必要があるということです。特に若い世代の方、新しい世代を ASEAN 日本の関係の未来を作っていく人たちそしに注意するべき、そして日本の教育のシステム制度というのが問題であると、今日ショックを受けるようなこともありましたが、大学などで、あるいは研究者、あるいは教育の実践者、開発教育という面で何をしていったらいいのかということ、そして日本、ASEAN から日本に来てお話、仕事をしている方たちからどう学ぶかということですね。次のセッションではレロンソンさん、ベトナムの方もいらっしゃいますので、技能実習生をどうサポートしているのかと、そういったことを学ぶのも重要かなというふうに思います。こういったいろいろな機会を捉えていく必要があるかなと思いました。また、元々過去に一緒にやってきた人たちをどう巻き込んでいくかと、その重要性、その蓄積してきた人的なネットワークを活用するということが大事であるということを言ってました。過去も見つつ未来に目を向けるということが大事であるということですね。そしてJICA は願わくば何か新しいプロジェクトを作れれば、日本 ASEAN の競争プロジェクトみたいなものができればということですね。今言ったようなことを取り入れて、こういったプロジェクトができればというふうに思います。若い方たちを巻き込んで、そして私たちと一緒に昔仕事をしていた人たちも巻き込んで、でリージョナルコモンを活用していく
ということです。そして他のリージョンに、他の地域に対してまた、支援をしていくということができればというふうに思います。今まで以上に多様な人々を巻き込んでいくということが大事なのかなというふうに思いました。人と人とのコミュニケーションを通じてそれをやっていこう、以上が私が重要と感じた点です。 JICA はその中でコミットメントをそのまま維持していただき、これまで以上に関係を強固にするためにご尽力いただければと思います。ではパネリストの皆さん、そして荒木さん、ありがとうございました。これにてパネルセッション1を終了いたします。ありがとうございました。